はい、4月の29日、はい、はい、帰りの日だ。ゴールデンウィーク、はい、はい、ゴールデンウィーク初日、初日ですかね、世間的には。はい、1日2日は何だ、お休みにする人がいるのか。うん、1日2日をお休みにすれば、お休みにすれば素晴らしい。もうみんな働きたくなくなるんじゃないそうなんだよね、連休っていうのは長ければ長いほど仕事への復帰が辛い気がします。今日あの YouTube 見てたら、うんうん、あのお酒の CM が入って、はいはい、ゴールデンウィークは毎日がなんだっけ金曜日みたいな言ってた、はい、毎日が金曜日。あ、こんにちは。こんにちは。暑いですね。暑いですね。毎日が金曜日だから毎日お酒を飲もうみたいな CM だって。なるほど。毎日が週末って言ってた。確かに毎日が日曜日じゃないんだね。そう、金曜日。そうなんだ。日曜日飲むと月曜日仕事でしょ、みんな。確かに、そうか。だからほら、花金って言うじゃない。おでら関係ないけど、ほら、うん、世間一般的には花金というわけ。うんうんうん、そうです。あ、お客さんではないよな。こんにちは。お客さんの可能性が気にしもあらず。こんにちは。大丈夫かな。あ、すみません、今日が4時までで一応営業が終わってしまっていて、はい。あ、社長が見れる牧場ですね。はいはい、お客さんに接客中です。あ、明日がお休みで、明後日とか平日とあと祝日の午後とかはやってます。はいはい、ありがとうございます。はいはい、よいしょ。わざわざ来てくれたのにね。え、申し訳ない。あ、でもなんか通りがかった感じでしたね。多分看板かなんか見てくれて。怪しい看板を見たの。あ、そうだ、そこを動画に映すのは初ですね。午前中私たちが、農場長が主に頑張った。そう、頑張って手で押して、はい、ね、頑張ってうんって手で押してプレハブを内側に引っ込めました。手で押したっけいや、怪力ですね。うん、すごいよ、どんどんなんか広くなっていくよ、はい、すごいね。そのうちこのバスケットゴールも撤去されます。そうですね。はい、今これは触れ合いエリアの、改築。改築中。ちゃんちゃん。はい。なんかダチョウってさ、はい、逆流性食道炎になりやすいの。ああ、ちゃんちゃんその毛があるよね。なんか、今日農場長が小松菜、はい、あげてたんですよ、うん、でも見向きもしないでずっとぐる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 みたいな。あ、まあね。あれ、なになに、どうしようか。ひな、ひなと卵どっちにします。ひなから。どっちでも任せる。ひなから行く。はい、はい、さて1個あった。あー、ほんとだ。雑草がボーボーになるともう卵はどこにあるかわからないよね。え、社長さんもなんかそれを目隠しとして産んできたらもう取れないね。そうなんだよね。エミューなんて飼った時にはもう分かんないね。うんうん。あ、色がね。あー、雑草生えてきた。完成も近い。でも使う日はまだまだ。うん、よいしょ。
使う日はまだまだ後でしょう。新しい日なしゃ。そうですね。あと1、2ヶ月は。1、2ヶ月、あと1ヶ月ぐらいかな。で、そこに今いる第1号たちが。たちが向こう側に出ていくと。大丈夫。ありがとう。すごい。さて。サクッと。サクッと。すいません、サクッと行かなくて。よし。そう、あんまり普段使えていないけれども。何が？アルコールも一応あります。はい。はい。私も作業をした後とかには私は使います。うんうん。よし。使います。はい、皆さん、避難所にやってまいりました。大丈夫かな。はい、現在の室温は 27.3 度。そして湿度は 34%。 晴れです。16時ぐらいですね、僕らが来てるのはね。はい、はい、27.1 の 27.1 の 30.6。 うわお、まあちょうどいいんじゃん。ちょうどいいですね。はい、あ、あ、起きてる。さっきまでここの暗がりで寝ておりました。暗すぎて何も見えません。はい。うん、餌も減ってるね。はい、みんな素早く動けるようになってきました。タワシが走ります。タワシちゃん、かわいいタワシちゃん。足の長い、首の長いハリネズミ。ああ、背中だけ見るとハリネズミだね。じゃない、うん。なんかね、いろんなものに見えてくる。ね、YouTube のコメントにこうやってあの、こうオレンジっぽいね、うん、暗くてこうやってオレンジっぽいやつのサムネイルにして出したら、うんうん、ディスカバリーチャンネルのホラー回かと思ったって。ディスカバリーチャンネル、あ、そういうチャンネルがあるんですか。へえー、ホラー。なんかホラーっぽくない？なんかわかる、でも。確かにね。ホラーではございません。こんなに可愛い。はい、可愛いです。天国です。わー、天国。ダメだよ、人を続いちゃう。しっかりガチョウ、こんなちっちゃくてもね、なんて言うんだろう。ガチョウよ。社会というか、はい。来た。ダチョウ界の厳しさがあります。来たの、こんにちは。かわいい。あなたはチャレンジャーか。こんにちは。こんにちは、ゾアップくん。こんにちは。気になるかい？はい、この子、首が太いね。がっしりしてる。いい感じ。頭が大きい。これはもう、ここもサムネイル候補だ。みんなが餌をつついてる。泣いちゃって怖かったの。怖いね、カメラ怖いね。めっちゃ食べてるな。はい、餌を出しますか。はい、お願いします。はい、皆さん見てわかる通り、これは決してブランコではございません。ヒーターです。下から見ればわかるかな。たまに、なんでブランコ置いてるんですかってコメントが来るんで。ブランコね、確かにそう見える。そう、ブランコならば俺が乗ってます。ダチョウたちが乗れる大きさじゃないし。確かにね。
高すぎない？社長が遊べるならまた可愛いけど。うん、餌食ってんのは3番以外もいいね。そうね。で結構朝になったら空っぽになってるから今日は多めにあげて帰りましょう。いい食べっぷりだ。いい感じだね。暗がりが好きな子がいたり、一心不乱に食べ続ける子がいたり、一人黙々と個食を楽しむやついっぱいいますね。個性がいろんなダチョウがねえ、もうね、十人十色、丸いやつ、尖ったやつね、ポケッタリ、モンスターリですね、ダチョッタリ、可愛いです。さて、この中からクエスパトラ生まれるんですかね。クエスパトラ、ラジオ使ってホワイトノイズをね流しながらの飼育になっておりますが、はい、これは音を騒音をカモフラージュする効果があったりします。多分、はい、お水の追加。あんまりでも飲んでないかな。綺麗ですね。入れる量が多いのかな。それかあれじゃない、あまりハマらなくなったんだ。あー確かにね、それだったらいいんですけど。よちょっと、はい、みんな可愛い。あんまり、うん、やってない。見えないかな。やばやば、いい食べっぷりだ。水もどうぞ。すごいね、大人気。ここが今サムネイル候補です。ここはきっと動画のサムネイルになってると思います。うんうん、ひたすらつつくやつ、そしてまた捕食を楽しむやついっぱいいるよ。かわいいね、うん、わらわら感がね、いい。あーやめて、目つつかないで。目はダメだ、目は。いやもう この段階でね、肩身失ってたら、うん、もうやっていけないよ。ね、なんだろうね、お互いに続き合ってるの面白いね。うん、なんだろう、クロウとやっぱり目立つ。気になっちゃう。なんでお前らじゃあマダラ模様に生まれてきたんだ。これはあれだね、捕食者から守るためですね。カモフラージュ、うん、あの枯れ草のカラッパみたいなところだとこの模様は紛れるんだって。トラもそうじゃん。確かに、うん、トラ柄、トラ柄。このじゃあなんかハリネズミチックなボディも、うんうん、もう、ね、わらわらだね。早いね、大丈夫か。なんだお手つき、かわいい。転んだ。水を飲みな。どうだよ。ああ、もう横着を覚えたやつがいるんですが。すごいですね。早いね。ああ。あだだ大丈夫かい。ね、ちゃんと立って食べな。おお、勢いいいね。ちょっとでも下痢してる。してるね。うん。あまり良くない。どうした。うん、あれ何番だ。あのめっちゃつついてるやつ、うんうん、つけてる。はい、なさい、やめなさい。6番。6番か、いける。はい、みんなと同じ食事、みんなと同じ水を取ってるのに下痢になるんですね。個体差か。人間もそうだな。人には人の乳酸菌。そう、
あ、そういえば乳酸菌混ざってるんですよ、餌に。あ、そうなんだ。うん。あ、まあそうか。お芋作ったことあるから分かるかな。ビオフェルミンがあります。はい。ビオフェルミン入れてんのはうちだけ？いや、あそこも、海外のとこも入れて。ビオフェルミンじゃないけど。が教えてくれたの。そう。あの乳酸菌、プロバイオティクスって言ってた。はいはいはい。うん。ね、あります。やっぱり重要らしいです。ガセリ菌とかな。みんな頑張れ、ヨーグルト食べろ。よし。はい。まあこんな感じで。はい。夕方の、はい、29日のひなしゃでした。はい。一旦ここで終わります。明日も元気で過ごすんだよ。では皆さん、さよなら。はい、さよなら。